こんにちは、りょうです、えー。それでは今日もお金の勉強していきましょう、えー。今日はね、保険で小売回りは可能かどうかってことについて、えー、解説したいと思います。えー、質問いただきました。えー、保険会社の勧誘でね、利率が7%だと言われましたと、えー。節税効果とかカード払いのポイントね、などを考えると運用利回りが保険でもそこそこいいのではないかっていう質問ですね。 えー、保険会社の人にまあ勧誘で、ね、言われたんですよね。利率が7%だってこの方言われてねで。保険自体の利回りは確かにそんなに高くないんだけど、この節税の部分ねとかカード払いのポイントとかを考えると、運用利回りこれだけね、7%出ますよっていう、えー、セールスをされたってことですね。で えこれについて解説していきたいんですけど、質問をまあ整理すると、まあ、保険でね、利率7%は可能かどうか、まあ、7%とは言わずね、高い利回りで運用することは可能かどうかと、それから節税効果とかカード払いのポイントについてはどう考えるかということを、えー、聞きたいんだと思うんですね。でこれについて回答しますと。えー、結論から言えば、貯蓄性のある保険っていうのはね、もう全部ゴミ商品、もうダメな商品ばっかりですね。えー、なぜかっていうのは解説しますね。 えー、保険料控除についてのおさらいなんですけど控除って皆さんね覚えてますかね、えー、これですね「売上げ弧）収入引く経費引く控除は課税所得と」と、えー、控除を増やすっていうことが、えー、手取り大いまになるコツだっていう話をね今までしてきたんですよねこの課税所得っていうのを減らすのが、えー、税金をねあまりこう取られなくするコツというか、まあ、方法ですよね で、サラリーマンの場合は、この経費っていうのがほとんどないんで、この控除っていうのを増やすのが、まあ大事なんですよね。だから、この保険料控除っていうのを使ったらいいんじゃないかってことですよね。で、保険料控除って、えー、いくつかね、種類があって、この保険料控除の中にもいくつか種類あるんですよ。えー、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、えー、個人年金保険料控除って、それぞれね、区分分けで、その別枠なんですよ、要はね。で、サラリーマンの場合ね、 まあ会社員の場合保険に入ると例えばさっきの方だったら生命保険に8万円個人年金にまあ年間8万円とかねあのぐらいまあ控除されるってことですねで控除っていうのはよくセーールストークに使われるんですよねあのすごくこの控除を増やすっていうのは確かにあのお金が戻ってくるんで払いすぎてる税金がまあ返ってくるだけなんですけど控除をねたくさん増やすことによってなんかこう返ってくるになんか嬉しいんですよね なんで、こう、心理的なものをついて、結構、この、工場になるから、保険の方がいいですよとかね、結構、セールストークに使われるんですよね。で、一件お得のように見えると。えー、なのに、なぜダメ商品なのかってことですよね。ね、質問者の方がね、提案された内容っていうのまあ、ざっくり書きますね。あ,のあんまり細かい計算式出しちゃうと、あの、音声で聞いてる方とかもいると思いますし、あんまりね、細かい計算式出しすぎても、頭が痛くなっちゃうと思うんで、ざっくりね。 えー、生命保険を月9000円かけると。で、年金保険を月1万円かけると。この方ね。で、保険料控除の節税するメリットと、カード払いで、えー、大体1%ぐらいポイントがつくんで、カード払いの1%ポイント分を考えると、トータル、えー、この保険に入ることで利回りが7%になると、えー。保険会社の人はこういう主張なんですよね。で、もちろんまあこの人の所得にもよりますけどと。えー、なるほどみたいなね、えー。これもうちょっと整理してみたいんですけどね。 こういうことですね。生命保険と年金保険とまあ2つ入っているわけですねで。生命保険の方で月9000円ね。っていうことは年間10万8000円かけていくと。で、30年間で積み立て総額が324万円になると。自分でかける分ね。積み立てた分が324万円と。で、30年後に356万円になるんですよね。要は32万円増えるんですよね。えー、自分がかけた分に対してプラス32万円増えると。 で、それから年金保険分ね。これは月1万円かけていくと。で、年間12万円と。で、30年間で総額積み立てるのが360万円なんだけど、えー、432万円に増えるってことですね。要は72万円増える。生命保険は32万円増えて、年金保険は72万円増えると。で、えー、プラスカードのポイントね、1%。プラス、えー、節税できた金額っていうのがね、まあ年間2万2000円得しますよと。なんで30年間で66万円。 え増えまますすっていう、ねまあ、そういうううねあそことなんですけど、まあ、得をするってことですかね。えー、要はまとめると684万円トータルかけたんですよね。かけたっていうのは要は自分で積み立てたんですね。自分で積み立てた総額っていうのは生命保険の324万円と年金保険の360万円ね。えー、合わせて684万円を自分で30年かけて積み立てたんですよね。それが854万円に増えたと、えー、いうことですね。結構増えてるじゃないかと。 でも、あの、ここで、あれみたいな、7%にしては、うーんってね、ちょっとな違和感を覚えた、感じた方っていうのは、あすごくいいですね。あの、マネーリテラシーが、こうグッ、ぐっと上がってるってことですね。あの、毎月19000円、要は積み立ててるんでね、これ。毎月19000円積み立てて7、7%で増えた場合、30年でいくらなると思います えー、さっきだったらね、854万円に増えたわけですね。この684万円が30年間7%でかけてるはずなのに、ね、854万円と。これ実際7%で増えたら、30年間でね。あの年率、年利7%で増えていったら、毎月1万円積み立てて30年でいくらになると思います総額、えー。これがね、2318万円になるんですよ。あれみたいなね。あ保険だったら854万円なのに、えー、こうやってね、 えー、楽天の積み立てシミュレーターで計算すると、毎、まあ、年7%で増えたら30年、19000ずつ積み立てた場合、2318万円にならないとおかしいのに、保険だったら854万円なんですね。じゃあこの差は一体何なのかと。ねえー、なぜなのかっていうと、ここですね、節税と、えー、カードポイントは初年度分しか効果がないんですね。要は、 えー、カードのポイントと節税の分ね。要は年間10万円積み立てたとしましょうと。要は年間10万円積み立てて、カードのポイントと節税と保険で、保険の分で増えるお金で、全部合わせて年間7000円得するよって保険会社の人は言ってるわけですね。だから利回りは7%なんだ、ね。伝わりますかね。年間10万円積み立てた場合にね。 カードのポイントと節税と保険で増えるお金と。これら全部合わせたら年間7000得するはずだと。だから利回りが7%なんだって言ってるんですけど、これは初年度だけなんですよ。最初の年だけ。だから、単年度だけ見て利回り7%っていうのは数字のトリックなんですよね。えー、要は、福利で雪だるま式に増えてないんだと。例えば、インデックス投資とかだったらね、福利で増えるんですけど、えー、この保険の計算の場合ね、福利で雪だるま式に増えてないんですよ。単年度の だけ見ててて、えー、利回り7って言っ言るんでねじゃあ結局この保険の利回りは一体何なんだっていう話なんですけど、えー、684万円が30年かけて854万円になったとっていうことは福利ね30年で見た場合年利1.4%なんですよ福利1.4%のゴミ商品なんですよね全然良くないと、えーね、他の保険の説明でもしたように資金拘束があったりとかね、まあ、保険会社の倒産とかねいろいろ ありますよね他のリスクも背負うことになると、えー、全然ね、えー、いい商品じゃないんですよねで、えー、もう一回まとめていきたいんですけど大事なことは、えー、まずね支払い総額を把握しましょうとそれから受け取り総額を把握する、えー、節税効果も含めてねで複利を計算するとでこの結果が定利回りなんだったらダメ商品なんですよね単年度のみ見て利回り7%っていうのは数字のトリックなんですよ えー、もっと簡単に言うと要は総額いくら自分が支払って何年かけて結局いくらになったんだっていうのはそれがめっちゃ大事なんですよね、えー、ここが大事とで総額いくら支払って何年かけて結局いくらになったのかでその利回りは何パーセントなのか、ね、でその利回りがインデックス投資まあ相場に比べるとどうなのかっていうことなんですよねまあ相場を知るのが大事と これがさっきね、福利1.4%って聞いて、あ、1.4%増えるんだったらいいなって思ってる人は、ちょっと相場をまだ知らないんですよね。あの、自分だけね、あの、スーパーで高いもやしを買ってるのに、相場を知らなかったら気づかないですよね。1パック500円のもやしって言われたら、高いってすぐみんな気づくのに、あの、こういう投資の相場だったら1.4%悪くないかな、みたいな。銀行の預金に比べたらいいかな、とかって思っちゃいますよね。 投資してるのに1.4%の利回りってめちゃくちゃ低いんですよね。なんで、えー、本質の部分っていうのをつかめばね、えー、惑わされなく、えー、惑わされませんよと、えー、所得が大きければ得とかね、ポイントとか節税とか、なかそうした方がそこも考えた方が得ですよと、それは枝葉の部分であって、結局本質というか軸の部分じゃないんですよね。なんで別に難しい計算ってできなくていいんですよ。要はどれだけ の年数でどれだけ増えて利回りが何なのかそれだけね、えー、ちゃんと理解できればあの別にねそんなに難しいことじゃないんでね、えー、結局保険は保険だと掛、えー、け捨てで十分なんですね必要なものだけ入ると別にこういう話をしていくと保険会社とか保険屋の人をダメとかそういうことを言ってるんじゃなくて 保険は保険の意味がちゃんとあるんで、本来の保険でいいじゃないかと。別に保険会社で投資商品を買わなくていいでしょっていう話をしてるんだってね。保険はちゃんと掛け捨てで意味のある保険っていうのもあるんで、保険は保険なんだと。だから掛け捨てで十分必要なものだけ入る。必要なものって何かっていうと、ずっと言ってるように、火災保険と自動車保険と掛け捨ての生命保険と。これもそれぞれね、車持ってない人とかは不要だし、車両保険も中に不要ですしね。 で、掛け捨ての生命保険も結局自活できない家族がいる場合のみで大丈夫ですよ。独身で若い時とかってのは基本的にね、必要がないでしょうってう話をずっとしてきたと思うんですね。で、保険で投資っていうのはね、もう考えなくていいと。あの、保険は保険だということですね。保険で投資を考えるんだったら、それはもう考えなくていいと、素直に。 VT とか VTI を買っとくってことですね。あの、世界株のインデックス投資とかね、アメリカ株のインデックス投資とか、まあ、これは株式投資編の動画でずっと話してきてるんで、なぜなのかっていうのも含めて参考にしてもらったらいいと思うんですね。で、結局、結論を言うと、日本に氷回りの良い,い保険商品っていうのはないんですよね。まあ、2019年の1月時点でね。まあ、今後出てくるっていう可能性も、ゼロではないんですけど、まあ、今後も出ないでしょうね、と。あの、仕組み的にね。なんで、 と、えー、いうことで、まあ、参考にしてもらえたらなと思います、えー。今日もね、ご清聴ありがとうございました、えー。参考になったらね、人に紹介してもらったりとかね、えー、してもらえたら嬉しいです、えー。じゃあ改めて今日もありがとうございました。